さあ今夜も始めました HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。マサさん、はい、本日は犬団のお誕生日でございます。あ、そうでしたね。おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しいですね。何をするかと言いますと、はい、2回目の男シリーズですね。まさかのね、犬団という男についてパート2ですねいやー、いやーこれはね、プレッシャーですよ。プレッシャーですね。はっきり言って、そうはっきり言ってチャレンジ企画ですから、もう 100% 聞いてる皆さんの方が知ってるわけですから、はい、当然ですよ。そう、いやもうもう戦いですよ。戦いですね。そうもうちょっとね、まあ前はちょっとね、イノランの見た目とか、そうですね、そうそうそう、まあ、あとギタープレイについてとかちょろっとまあ話10分ぐらい話しましたけど、うん、まあ、今回はちょっと他のこと、まあソロ曲とか、そうですね、そう私たちが知ってる限りのね、そうですねについてちょっと、あとまあイノランの、ああそう、絡んでる人たちとか、そうですね、まあそのあたりをちょっとまあざっくりと、はい、ちょっと お話ししてみようかなっていうふうに思ってますので、そうですね、ます皆さんからしたらね、はい、ちょっとお前らそんなこと知らないのかと、ちょっと思われるかもしれませんが、ご容赦いただければ非常に温かい目で見ていただければ、そうですね、まあ、今回はまあね、ゆっくりと、はい、楽しんでいただけたらなというふうに思っていますので、はい、最後までよろしくお願いいたします。で私はですね、まずソロ曲、ちょっとあの YouTube にね、あ、はいはい、まあ、イノランのサイトとかそうだ、ね、にある、まあ、範囲ですけど、ちょっとまあ結構聞いてきたんですけども、うん、はいはい、私もいろいろ来ました。一番ね、時の色がいいっすね、うん、ああなるほどね。そう、結構まあいろいろ聞いて、あのね、まあ、あの千年歌とか、あ、そうですね、千年歌の、はい、ハイド&シークとかまあ聞いて、はいはいはい、まあ、その中でも、まあ、時の色はかなりいいな。いや好きだと。いや大好きですね。そうですね。あの時の色聞けとね、ちょっとライン入りましたけどね。まあ聞きました私も。シンプルに良くないですか。シンプルにいいですね。普通に。でもあのイントロからいいっす。いいっすよね。そうそう。なんかやっぱミディアムテンポな感じで。そうそうそう。歌詞もいいし。そうなのよ。すっごいバラードというわけじゃないんで、うん。わけじゃなくて、そう。ファルセットがあるとこあるんですよ、サビでね。ほうほう。そう、そこがね、今のファルセットがね、非常に、ね、胸に突き刺さる、ね。なるほど。I love you。まあそうだね。そう。イノランならではの感じ方ありますよね。そう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 、いいっすね、そうそうそう。あれやっぱ一番良かったね。ああ、それ一番いいっすか。一番、そうそう、最近結構聞いてますよね。そうそう、ああ本当。うん。私は千年歌なんですよ。ああ千年歌ね。千年の。そう。はいはいはい。これすーげー素敵よ。いいっすね。ああ結構アコギ聴いてる感じですかね。そう、アコギ聴いてられるからね、うんうんうん、いやーこれは結構やばいっすよやばいっすよ、ね、そう、やっぱイノランってそういうなんか結構ミディアムな感じの曲が結構私はどっちかつながってるかな。あ、そうだね、私もそうかな。ゴリゴリのロックよりかはなんかそういうテンポの方が個人的には好きかな、ね、個人的にはね、うんうん、そうだからルナシーで言うとほらグラビティとかもそういう、うん、あまあ結構ねテンポっていうかテンポとかって言うんですか、重めな感じですけど、ね、はい、あれ結構暗いけど、はい、そう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 、ああいう感じもやっぱ特に好きなんで、うん、千年歌はちょっとやばいですね。やばいっすね、確かにめちゃくちゃいいっすよ、ね、そう、なんか歌詞もさ、はい、なんか PV ありますね、もう合わせてはもちろん見れてるんですけど、ちょっと考えさせられるPV なんですよね。そうですね。詞も聞いてるとね。ね、うん、そう。そういうとこもいいし、うん、これ2008年なんですよね。それでも12、3年前になるのか、そう、それぐらいですもんね。あと私はあのね、ティアドロップっていうアルバムかがあって、はい、その頃だから10年ぐらい前に出たと思うんだけど、10年ぐらい、はい、その時に出したやっぱそのあたりの、うん、ロックな歌、はいはい、スーパートランプとか、ああ、それ前言ってますね。ちょっと前言ってますね。そうだね。とかあと、ハイド&シークか。とかだからそこら辺のそう曲とかね、そう結構全部英語の感じのロックな感じで、うん、あとシケっていうなんか歌があって、はい、そう、それ結構イントロからね出てくるみたいな感じで、そうでしたね、そうそうそう、はい、なんかちょっとミクスチャーロックっぽいというか、あ、そうかもね、そうそう、なんかでもサビは結構爽やかな感じして、そう、これもかっこいいなって思いました、ね、そうだよね、うん、で結構この頃は英語の詩が多いですね。あ、多いかもね。あ、サムシングアバウトユーとかも結構全部英詩だったし、あ、うん、結構だからそのあたりは英語詩が主体なのかなって感じはしましたけどね。やっぱそういう時期ってあるのかな、うん、多分あるんですね、英語だけでね、そうそう、うん、あると思いますね。私はアイスウェアとか好きですよね。言ってましたね、ね、うん、これもめっちゃいい曲だよな。壮大な感じですよね。そう、これオーケストラ、うん、頭から最後まで入ってんすよ。はいはいはい、はい、そうだからそこにまず染みたりするし、うん、あの
サビのメロディーが切なくていいっすね、これまた。本当に。うん、まあ、いいバラードですよ、ね。そう。うん、だ感想なんかもさ、はい、あの、ギタリストじゃないですか。まあそうですね。イノランは。ね、うん、だからそう、なのに前に出て、その、ご了承するわけでもない曲なんですよね。うんうん、で、その、あの、オーケストラにこう、押してくるところが、はいはいはい、はい。好きかな、その曲は。アイスウェアはね。そうですね、うん。で、ラッサビかな、転調するんですよ。ここはやばい。ああ、転調ね。転調する。ラッサビの転調ね。そう。うん、それはちょっとね、なんかね、恋愛ドラマの主題歌なんてもおかしくないんじゃないかなって、勝手に思いましたけどね。ラッサビの転調で、もちろん話変わっちゃうけど、はいはい、時の上でもラッサビ転調するじゃないですか。ああ、はいはい。まあ、あれでやっぱね、ラスサビ店長は結構やっぱね、来ますよね。来ますよね。うん、イノラン結構店長もしかしたらあるのかもしれないですよね。そうですね、他に、うん、他の曲ね、私たちの知らない曲とかでも。うん、そうだから、イノランはそういうなんかバラード系の方が、まあちょっとね、声、うん、声質的にはなんか、あ、声質、声の感じね。感じは俺結構好きかな。ああ、同じだね。ちょっとね、染みちゃう。染みますよ、ね。あと私はね、まあ、これは最近ですけどもね、デンダマオさん、はい、フューチャリングですかね、はい、グラマラス、じゃじゃ、それね、あのー、なっちゃった、それ、虹は、なっちゃうね、それ、たーてーなっちゃう、ね、ちょっとね、ちょっとね、アーティストが全く変わっちゃうんですけど、変わっちゃいますね、グロリアス、グロリアススカイですね。これいいなと思ったんですよ。はいはい、私も聞きましたね。はい、あ、聞きました。YouTube にありましたからね。うん、これ今年ね、はい、あのリリースされた。最近ですね。もう本当に最近ですよ。In My Oasis っていうこの、うん、あのビルボードセッションのアルバムですかね。ね、ね、そうですね。聞いてみたんですけども、はい、これもいいっすね。どこら辺がこう感じました。これはね、そのまあさすがにフューチャリングということがもありまして、はいはい、デンダさんとそのね。ハーモニーがいいっすよ。これほんといいし、いいよ。マジで。いや、まあまあまあ、そうですね。うん、私も聞きました、ね。ああ。普通に。で、多分ですよ。はい、ちょっと素人なんで分かんないですけど、基本多分打ち込みがメインだと思うんですよ。うん。なんか最近のやつは結構そういう感じが多いかもしれない。そうですよね。そうそう、まあ、YouTube だけの情報ですけど、ね。まあそうですよね、うん。で、まあピアノとかは普通に多分普通にもちろん弾いていらっしゃると思うんですけど、はい、うん、その打ち込みなんだけども、そういうちょっとその2人のハーモニー。はい。もう抜群でですね、これは何回も聞きたいです、ね、俺ちょっとね、私このアルバム、はい、In My Oasis ってやつですか、はい、これちょっと買いたいなと思ったぐらいです。おお、はい、じゃあちょっと購入かな、これちょっとね、購入してみようかなと。あ、まあ、他のも含めてですけどね。そうですね、アルバムも含めてね。アルバムね、私ね、あのね、はい、インテンズっていうやつと、はい、なんかそのなんだっけな、あのセルフカバーみたいなのが出てるんですよ、2017年。あ、そう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 、それちょっとね、やっぱちょっと気になるよ。そう、気になる。千年歌とか、そうセルフカバーとかしてるから、そうだよね、あれちょっと欲しいなと思って、ね、そう、私も思いました。そうそうそう、セルフカバーとか、セルフカバー、うん、そうそう、だからちょっと興味あるなと、ね、あるよね、うん、そうそう。あとね、うん、これ2021年、だから去年か、3月にそのビルボードライブ東京っていうんですか、はい、でそのアコースティックライブやったんですよ。で X のね、そのエンドレスレインを歌ったらしいんですよ。あ、なんか言ってましたね、はいはいはい、それは、まあ、あの当時私もニュースで知ったんですけど、個人的にめっちゃ気になるんですよ。ああ、そうっすね。どんな感じなんだろうな、確かに。だから、あの行かれた方いたら、うん、まあ、ちょっと感想を聞きたいなっていう、あ、個人的な願望はあるんですけど、はい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 、まあ、これ、イノランから YOSHIKI にね、ちょっと歌わせてくれみたいな、ああ、そうなんですね、あ、そっか、感じのことを言ったらしいですけどもね。それマスター言ってましたね、それ前ちょろっと言ってね、うん、ちょうど聞きました、うん、じゃああとね、はい、まあ、まあ一緒にどんな方がね、あの音楽活動されてるのかなと、はいはいはい、いうことで、その辺の絡みね。そうですね、うん、まあ某ウィキ情報ですけどね、はい、あ、いろいろ見ましたけど、はい、パーソンズってバンドあるじゃないですか。懐かしい。パーソンズなんかもうめちゃくちゃ懐かしいですね。懐かしいでしょ。あのさよならは言わないだったかな。ああ、そう、そうだったかな。幽白書の、ね、テーマだったんだよね、映画。あ、幽白の、そうなんだ。そう、大好きだからね。大好き。 そう、そのギターの本田武史さんですよ。はい、その人とも、へえー、そうなんですね、絡んでたりとか、あ、サポートミュージシャンとしてね。はいはい、はい、そうなんだ。でこの本田さんってやっぱすげえんすよね。あ、そうなんですね。安室ちゃんもサポートしてるんですよ。え、
偉大ですね。そう、うん、でボーイとねかなり関係が深い方なんですけど、ああじゃあ布袋さんとか布袋さんとかね、木村さんとか、そうそうそう、はい、まあ、すごいギタリストの方なんですね。そうベースだとね、はい、あのチロリンさんとかね、あのヒデウィズスプレッドビーバーのね、ああそうなんですね、ベーシストチロリンさんですよ、はい、あと獣犬さんと読みしてよろしいかと思うんですけども、シャムシェイドの、はい、まあ、カズマさんとかね、はい、からでバンドやってるらしいんですけども、あ、そうなんですね、そういう方と活動してたりとか、あでイノランがそこにイノランがね、そう、あとねライブの時のゲストミュージシャン、ほう、これにですね、オリビアさんですよ。オリビアさん分かりますか？いや分かりますよ。あさすがですね。エーベックスでアンデビューしたオリビアですね。さすがですね。知ってますよ。もう3人組かなんかで、ね。3人組の D&D ですよ。D&D? ああ、そうそう。そう。まあ歌はもう抜群にうまいじゃないですか。まあ抜群にうまいですね。だからそオリビアさんと一緒にそのライブでね、歌ってるっていうところが、あ、ちょっと意外だなと、ちょっとびっくりしましたけどね。懐かしい。だそういうその意外なところの声掛けというか、ああそうなんですね、がちょっと面白いなと思いました。面白いつながりですね。へえ、なるほどね。あと結構イノランってね、はい、あの結構ラジオとか出てるんですよね。うん、うん、あの今テレビで結構出てるんですけど、はい、あのワイドショーのコメンテーターとかでね、はい、あの若新さんって人がいるんですよ。若新さん、ちょっと眼鏡かけて、はい、ちょっとイケメンなんですけど、はい、金髪で、はい、その人のラジオにもゲスト出演したりね。へえ、そうなんですか。そうで、その若新さんっていう人が、はい、まあ、僕結構好きなんですけど、ええ、あのやっぱルナシーガチの人なんですよ。おー、あそうなんですか。そう、 X ジャパンルナシーガチな人で、へえ、でバンドやってたんでね。ああそうなんですか。ギターやったりしたんだけど、ああだからか、そうで、すごい好きで、はいはいはい、まあ、ラジオにイノランが出たりとかね、してるんですよね。そうなんです。イノランがちょこちょこラジオなんかやってるのは知ってましたけど、ね、うん、結構出てますからね。そうですね、うーん、まあ、あとこの間ほら、はい、シルキーボイスとマネーキッドボイスやったじゃないですか、ライブね、復活祭ですね。復活祭、はい、そうそうそう、で、まあ、あのイノランも MC をこうやったじゃないですか。やってましたね。あのネイキッド僕ら行った時に、ああ、はい、そうイノランから MC したじゃないですか。そうそうだね、そう、はい、あのイノランなんか最近のこの MC がなんかすごいテンション高いんだなって。テンション高いね。高いっすよね、うん、そう、なんかだから今回も、うん、何でしたっけ、あの、まあ、これからのルナシーは、うん、キラキラ輝いて、輝いて、そう、ま、眩しいでしたっけ。眩しくて見えない、見えない、あ、そう、眩しくて見えないみたいな感じで、ちょっとびっくりしましたよね。いや、そう、びっくりした、うんうん、まあ、多分酒飲んでんじゃないかなちょっと俺は思ってるんですけど、まあ、テンション上がってるからね。テンション上がってるからってあるけど、まあ、もともとそういう性格だったのかなとか思うんですけど。そうですよね。そう、なんか、まあ、喋んないキャラみたいな感じです。まあそうでしたよ昔は。そうですね、最近なんかああいうテンションで、うん、なんかすごい高低差があるというか、あるよね。そう、だから昔のあのクールな喋、うんうん、らないノラしか知らない人からするとちょっと、まあね、うん、そう、まあえてこうなんかなんていうんですかね、こう発言を控えてたっていう、その昔は、ああ、まあそれもあるだろうね、あるかなと思うんですよ、うんうん、当然ね、うん、そう、でも最近はなんかこう結構むしろ率先して俺行っちゃうよみたいな感じだから、うん、そう、だからおーみたいな、なんかもともとそういう感じだったのかもしれないし、そうだよね、うん、イノランなんかだから、うん、まあ、杉様はさ、はい、あの MC の時はほらその世界のこととか、うん、ね、まあまあ、真面目な、うん、あの内容を結構なされるじゃない、うん、だからそれ対等にほら、うん、イノランは結構テンション高めに、そうです、ね、こう楽しくっていう MC を、うん、そうですよね、まあ、ここ数年より強くなってきたのかなっていう。そう、ギターに関する話だと、そうですね、アップトゥーユーで、あー、ネイキッドの時ね、最後ね、そう、ネイキッドボイスで、うん、はい、青いあの、うん、ギター使ったじゃない。そうですね、あのフェンダーの ね、そう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 、だから YouTube でも上がってますけども、うん、まあ、そのギターの話ですよね、あれね。思想、そうそう、あれはあのギターですね。そうだよね、そうそう、あの思想してた動画見ましたけど。そうだよね、そう、あのギターは結構だからアコギとテレキャスをこう合わせたみたいな感じの、そうギターで、ええ、だ結構面白い作りだなっていう感じのギターですよね。だからアップトゥー聴いた時もなんかほら結構ハイが出るからちょっと尖ってたよな、やっぱこうちょっとアコギの
なんかこう鳴りとかと、はいはい、まあ、エレキのテレキャスの鳴りが、まあ、合わさってる感じだから、まあ、ちょうどそういう感じの音になるのかなっていう、面白いギターだなーと思いましたけど、ね、うん、そうそうそう、スイッチングかスイッチ返したらなんか歪みも出てたけど、はいはい、まあ、使い方は結構、まあ、どうとでもなるって感じ、結構便利な感じなのかな、で値段調べたら値段もそこまで高くないんです。あ、そうなんだ。そう、24万って書いてあったからいや、ギターにしては結構安い方っすよ。あ、そうなんだ。25万、まあまあね、うん、だからまあまあまあ普通になんかこうメキシコだったかな、確かに、メキシコ製とかフェンダーだと、まあ、そこまで高くないっていう感じですよ。どっちかというと USA の方が高いから。あ、はいはいはい、だからそういう面白いギターを使ってんのも、だからやっぱフェンダーをこうジャズマスターから使い出したから、はいはいはい、まああいう面白いギターも使ってんのも、やっぱイノランのギター使ってんの、使ってるギターはほら、グレッチとかも使ったりとかするから、あ、そう、ESP も使わないじゃないですか。もうそうだね、うん、そう、だから結構そこら辺は今後どういうギターをまた使うのかなっていうのは、わあ、見ものですね。見ものですね、そうそう。ちょっとアップトゥーであれ聴けたのでね、あのギター。そうそうそう、あのギターはね、そう。個人的に、まあ、本当ド素人ですけど、うん、あの音結構好きなんで。いや、いいっすよね、ギター。そう、ちょっと面白いギターで気になりますよね。よかったですよね。よかったですね、はい。そうそうそう。まあそんな感じで今回はイヌランという男についてパート2を、まあ、お話ししてみたんですけども、はい、まあ、僕らのモテる全てのイヌラン知識で。まあ本当にあの誕生日ということでね。まあそうですね。そう、イヌランについて、はい、うん、お話ししたかったという。とにかくそうイヌランについてお話ししたかったっていうのと、イヌラン誕生日おめでとうっていう。そうですよね。そう、はい、この気持ち本当にだからライブね、この間行ってるから、はい、まあ本当にね、余計そうですね。そう、はい、もう感謝しかないっていう感じで当然ですから、ね。そうですよね。そう、いや、まあそういうね、まあ、コンセプトで今回やらせていただきました。はい、ね。だから結構、うん、改めてね、はい、イノランのソロの曲を聴いたりして、ものすごくいいなという思うのもあったので、そう、発見があったんで、ちょっとそう、田崎修さん話したように、うんうん、そのセルフカバーのそうそうそうアルバムとかもね、うん、聞いてみようかなっていう、そう、ちょっとね、うん、そこら辺もちょっと視野を広げてみようかなというふうには思いました、ね、はい、うん、以上でございます、はい。HT ラジオでは皆様からのご意見ご感想をどしどしコメントをお待ちしております。まだ動画が面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。で、今回はこの辺りで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。